旅する赤とんぼ見てくれてありがとう。今回は富士、それも雪化粧した富士限定。富士はいろんな顔がある。私は山中湖の湖畔から見る富士がいい。近くから見る富士は大きすぎて視界に入らなくなる。山中湖くらいの距離がいい。それでは短い富士のショータイムを始めよう。